ATA-ATA-X にプロトコルを使用アナログテレフォニーアダプターはアナログの電話機をデジタルや VOIP ベースのネットワークなどの電話網に接続するための装置である。IP 電話アダプター、VOIP アダプタとも呼ばれる。ATA は一般に小さな箱型で AC アダプター、イーザネットポート、FXS 電話ポートを備え、フックスリンクも備えていることが多い。 アナログ電話機をこれに接続することで VOIP ネットワークに透過的に接続できる。既存の公衆電話回線網用の電話機を VOIP ネットワークに接続するのに使われ VOIP サービスプロバイダがサービス提供と同時に販売することが多い。特定のプロバイダとの接続にしか使えない状態で販売されることが多い。プロバイダによっては 任意の互換プロバイダとの接続に使える状態で販売しているところもある。最も一般的な ATA は f x エスポートで普通の電話機に接続しイーサネットのジャックで LAN に接続する。これによって普通の電話を遠隔の VOIP サーバに接続する。ATA とサーバ間で使われるプロトコルは h 二十三シップ MGCP アイクスなどである。また、音声信号のエンコードデコードには、G711、G729、GSM、ビルブックといった音声コーデックが使われる。ATA は、VOIP サーバーと直接通信するので、パーソナルコンピュータ上のソフトウェアなどは不要である。ありがとうございます。